文章を書くのが苦手で他人よりも時間がかかりますメール、SNS、書類などとても困りますこの書き込みもとても困りました就労移行支援でも訓練よりも目標や振り返りの記入する時間の方が長いですなるほどで、どうすればいいかってことかこれは今週末に上げる予定の開演の動画を見ていただきたいなと思います えっと、専門家に聞く大人の学習障害、原、ま、曲、あ、性学習症、まあ、LD とか SLD と言われているものですね。これ見ていただくと、もう少しですね、今日私がこれから言うことの理解が深まるかなという気がします。えー、簡単に言うと、書くのが結構大変っていうよりも、その文章をまとめるっていうところですよね。 でここってもう ASD 的にその言語の,そのなんていうかな辞書みたいなのがとかあるいはその文章を構成するっていうのは非常にまあ抽象的なのでまあそれが苦手とかはいいろいろあってやっぱなかなかうんと難しいということになってましたねあとまあその LD とか学習障害としてもまあその ASD っていう概念を使わなくてもそのあたりが苦手な方はいるというような説明だったと思います。 じゃあどうするのかってことなんですけどなかなかパチッとした簡単に当てはまる方法はなくて2つぐらいおっしゃってたと思うんですけどあの、まあ、型をやっぱり覚えてその型通りに文章を作っていく練習していくとかあるいはマインドマップみたいなその文章を単語を並べることで考えていくのは難しいとしたら一回、まあ、マップ地図みたいな感じでいろいろこう まあ、絵みたいに書いて、そこから文章を構築していくとやりやすくなるとか、まあ、そういった主に2つの方法をお話されていたと思います。で、これらは別に発達障害向けに作られた方法ではなく、まあ、文章が苦手な人がどうやったら文章を紡ぎやすくするかっていうことでお話されていたと思うんですね。で、なので特効薬ではなく、鍛錬っていうかな、その練習が必要なんですけど、はい、と思います。ですから、 まあ、ど、どうするかと言われると、まあ、あんまりこう、そういったまとめを文章でしなくてもいいようなところに行くっていうのも一つだと思いますね。ああ、チャット GP に文の例を作ってもらうのもいいかもしれない。な、なるほどね。